はいどうもラメリーです。皆さんこんにちは、スラネコです。ポケモンガチパで負けるドッキリー、お願いします。今回はゲーミーズ所属のヨッシーさんとソラネコくんにポケモンで対戦をしていただきたいと思います。普段はゆっくりで実況されている方なんですけど、今回はお声を出していただけるということなんですね。ちなみにソラネコくんにはガチのパーティーを用意してもらってます。そう、僕マスター入ってたんで。そうなんですよ。なので今日はソラネコくんにわざと負けてもらって、ヨッシーさんにはぬか喜びをしていただきたいと思います。よくよろしくお願いします。というのは嘘で、今ソラネコくんに説明した内容をヨッシーさんにも言ってあります。ということはどちらも負けるドッキリを仕掛けたいわけですね。さあ負けるドッキリをしたい2人は勝ちそうになった時どんな行動をとるのでしょうか。それでは見ていこう。はいどうもラメリーです。皆さんこんにちは、ソラネコです。よろしくお願いします。はい、ヨッシーです。今日は僕たちにどんなドッキリを仕掛けるんですか。すいません、いつもはやってるんですけどね、はいはい、ポケモンってちょっとドッキリ難しいんですよ。今回は親睦会ということでね、この3人でガチパ対戦会をやっていきたいと思います。なるほど、ね、まずはソラネコくん VS ヨシーさんで、その後僕は参加していきたいと思いますので、まあまあ見ておいてください。僕が何を出すのかは、まあ、楽しみに。覚悟しておきますわ。スマブラだったら多分確実に負けるから、あもうねポケモンでね、ソラネコさんをちょっと泣かせようか。いやちょっとしばかり。さあ両者どんなパーティーできたのか。うわっ、ハハハハハ。あれおかしいな。え、どうしたの。全部ミュウツーじゃねえか。いや待って待って、勝てる方を探そう。なんかどこ行ってもいないから。もはやミュウシックスですけども。ミュウシックス、それはそれでゴロがいい。2が6個あるんでミュートゥエルブかもしれない、ね、さあヨシさん、どんなポケモンが出てくるのか全く予想ができない。ミュートゥなのか、それともミュートゥなのか。おっとミュートゥだ。しかもプレミアボールだ、赤いやつ。いやマジね、何の噂持ってるか分かんないんだよな。はいはい、素直欲しい。うん、まあ、助けは持ってないと思うんだよな、ミュートゥって最近あるから。なるほどね。ミュウツーの後ろに何が控えてるかですよね。ミュウツーかもしれないし、はたまたミュウツーかもしれないと。そうですね。おっとミュウツー、こういうトリックを使っていく。持ち物が交換しますね。金の玉。なめっぺだろこれも。いや違う、金の玉は渡した相手が金運アップするという効果があるから、別に全然なんでもないそうなんですか。別に何の金の玉でもない、問題ない問題ない。知らなかった。待って、本当にガチパですか。ガチパです。全然問題ない。ガチでしかないですよね、こんなの。何スキルスアップって。魂が入れ替わった。おっと、いらねえ、砂起こし。あ全然いらねえ、やったけど余計、これダメじゃん。あ、やべえ、普通に。そうですね、余計に。はいはいはい。余計ダメじゃん、プレッシャーになってますけど、自分で。自分でやって、自分で効果してる。大丈夫か、ミュウツー、果たして。おっと、ここで。あくびの効果効いていく。眠ってのは問題ない。この竜巻しててさ、僕チャンネル登録者減らないから大丈夫かな。大丈夫大丈夫、多分大丈夫。これはもうこっちしかない。なんなんだ、最後気にして持ってそうなんだよな。そうですね、打てないですね。なるほどね、吹き飛ばし。そうです、変えてきたと。さあステロを巻いてからの吹き飛ばしということで。いやだな、おーっと色違いだ、すごい色違いが。ててがちゃんと準備してますからね。うわでも嫌だな、そのステロ。そう、これ強いんですよね。ミュウツー使ってるのに、で負けるわけがないですからね。もう最強ですよ、ミュウツー。何史上最強ポケモンさん。はい、金縛り。おーっと吹き飛ばしようと思います。吹き飛ばしか。いや、でも吹き飛ばしをちょっとね、やられたのはきついですよ。はいはいはい。あくびするか。なるほど。え、一回あくびされてるから、多分あくびはもう一回効かない。テレポート。テレポート、ウェイビーだ。おぉ、さすがアビリーさん、気づくのが早い。上 B だ。しっかり金縛りも下 B ですかね。確かに。スムブラじゃん。それ言ったら多分わざとバレちゃうか。あくびあと2回しか打ってない。うまいよな。挑発。おっと。メンタルハーブさ、取られたから。全然いけるぞ。リフレクター。リフレクターもあるか。そう、物理に強くなっていく。しかし、ここで自信。物理ですね。全然効かねえ。まあ最強ですからね、ミュウツー。はい、まだまだ足りますよ。なんだこのミュウツー。ちょっと待って、アタッカーいなくないですか、そっち。いや、います、なんだか。本当にいるのかな。そうだね、もうね。こっちかな。よしよしよし。
まあ、何も起きないんで、これで。そうすればもうこっちはもうやることは一つ。飛んでしまえ！バーッ！待って待って、死ぬくないそれ。いや、死ぬね、死ぬね。勝った！え？嘘！え、そんな入んない？入んないですね。マジかよ。まあまあまあ、しゃあない、しゃあない。ちょっとまあまあまあ、ここまではね、まだ1体やられたら。ワルドは3盾あるかもしれない。いやでもね、こっちは挑発してる。やばいですよ。ダイマックス。あ、ダイマックスか。強い。ここで起こさないと、お前は何もできない。頼む、起きてくれまして。そうですね、何してくれるんだろう。さあ、眠ったままの状態で。あー、もう瞳閉じてる。瞳閉じてる。え、出せなんかこれ。瞳閉じてるよ。なんだ、お前何を考えてるんだ。バカ野郎。尻尾は動いてるんだけど。ふざけんなよ。なんで反抗期じゃないですか、その身内。バッチ足らないんだよ。オゲイ。お、でもダイアタック。ダイアタックか。さあ、ここでアタックは。ちょっと待って。あの、えデコピン。デコピン。水先輩。あれ、待って。あれあれ、遺伝子組み替え間違えました。大丈夫これ。あ、待って、ファイ自身の PP なくなっちゃった。あ、そっか、プレッシャー。オッケーオッケーオッケー。え、すべてはその2つだけなんだね。いや、待って待って、プレッシャーのせいでさ、どうしようかな、これ。計算済みなんですよ、ここまでは。そうですね、プレッシャーが効いてきましたね。そう、ないんですよね。いや、でもここまでカバルドンに止められるとは思わなかったな。マジか。全然入らなすぎて。紙芝居しないとダメだな。さあ、ここで、スマブラの例のスマブラ。スマブラ。スマブラミーツー。スマブラミーツーが。あー、首かっこ。さあ、何もさせてもらえないぞ。どうしようかな。あ、待って。操作ミスでちょっとステルスロック選んじゃった。おっと、ステルは甘いぞ。あ、いい火力です。これやばくない。いや、待って、これむずいな。あれ、あー、ステルは遅かったか。もう任さってますよ。きれよ。なるほど、吹き飛ばし。さあ、ミュウツーが。いやー、どうすればいいかな。やべ。頼む。おい、お前信じてるよ、ミューズ。え、何しに行ったの、そのミューズ。え、待って、勝っちゃうよ、これ。やば。最強のスマブラミューズ、そうか。ここから3盾できる、すごい。色違いの人。あ、そうか、そうか。ここから低パーセントバーストを2回連続やれば。あー、なるほどね、そうやってナメプシ行くと。ほうほうほう。ミュウツー対決。オッケー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 。おっと、あ、ってこれ。とりあえずバケの皮貼るの。やばい。いや、もうこっちにはジャレスがある。そうですね、そうですね。いや、バケの皮があるから。だからってジャレスは 90% 外す確率は高い。さあ、そこでおっと、また、おお、おっと、優勝じゃないか、それは。いや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 、あえての剣の前なのか。2回連続ってなかなか見ないですけどね。あの、ダイマックスの効果って知ってますか。 100% 技が当たるんですよ。なるほど。ここまでスマブラで培った経験値。あ、え、待って、っこれわざとじゃないんだけどさ。ちょっと待って、ダイマックスするの忘れた。あれ、どうします、どうします。あ、ちょっと待って。あ、待って待って待って。おいおいおい、急所に当たっちまったよ。ちょっと決まったと思ったけどな。やはり2回連続剣の前は、しかし投げ、なめっぷすぎた。いやー、効かなかった。悠長悠長、リザード何してくんだお前。そう、金縛り。金縛り決まんないの。え、なんで金縛りしてんの。いや、確実に技を。おおおおおこれ打っていこうかなと。シャドーボール。さあ、ミュウツーのシャドーボール。さすがにワンパン分け。あ、全然入んねえか。入らない。なるほど。さあ、ここで光を吸収。マジバリ。あ、そっか。これでソラビームは？どうなるんだ。おっと、ソラビームは封じ込める。出せない。うまっ。え、待って、どうするんですか。やばいぞ、これは。ソーラービーム、お、すげえな、今の立ち回り。いや、うますぎるな、今のは。タイミング当てて、当ててくれ。お、早っ。あ、待って、当てて。え、素晴らしい。え、ミューツー。あれ、ミューツーが負けるという結果になりましたね。ありがとうございます。そうですね、はい、待って、最後なんで、素晴らしい。ということで、ヨッシーさん、今日は何のドッキリでしたっけ。
はい、実はですね、空猫さんにミュウツー6匹で行ってわざと負けるドッキリを仕掛けていきました。ありがとうございます。イエーイ。実はヨッシーさんにわざと負けるドッキリをしようとしてました。あー、マジか。え、嘘やろ。そう、ガチガチのパンティーだから、お互いがなんかわざと負けようとするとどうなるか。実は二人に同じドッキリを仕掛けてみたらどっちが負けるのかというね。マジか。だからあそこミミックで2回釣り切る前にしたのか。そう。さっきなんか試合しながらラメリーさんと LINE で話してたんですよ、はい、これ勝てそう、勝ちたいって言って、うん、ダメって言われて。ダメって言われて。当たり前じゃないですか。ヨッシーさん負け落としてるんですから。そりゃそうだ。いや、これはね、あの醜い争いになりましたね。醜い争い。負けたがってた割にはすごい技がガチだったから。そうそうそう、まあ、まあガチパだったんで、うん、あんまり技は変えてきてなかったみたいですね、うんうん、あ、そういうことだったの。そうですね。だったらじゃあ最後のリザードン全部技はあのあダメージ与える系の技だったのか。あ、そうですね。牛の波動ありました、ちゃんと。あぶねあぶね。そこで多分普通の補助技があったら多分こっちが負けてたから、逆に。あ、そうですね、うん、ダイモンズ外してくれたらよかったんですけど。こっちひたすらテレポートと金縛り連打ずっとしました。どうやったら負けれたかの振り返りしてんだけど、ちょっと恥ずかしくない。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram やサブチャンネル、バンドチャンネルは概要欄から飛べるからチェックしてくれよな。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。